Sブースター2018。Sブースターは宇宙に特化した国内最大級のビジネスアイデアコンテスト。2017年からスタートし、内閣府、JAXA、NEDOをはじめ大手民間企業が実行委員会となり開催している。第2回目となる今大会、ベンチャー企業のみならず学生や個人、異業種からのアイデアを幅広く募集。宇宙と今まであまり接点がなかった分野の方々がどんどんと宇宙産業に入ってきてほしいですね。この S ブースターを通じて宇宙産業が広がること、また日本からね、どんどんと世界にビジネスを展開していく方、そういった方が増えてくることを応援しています。 S ブースターの最大の目的、それは宇宙のアセットを利用した新たなビジネスモデルを発掘し、事業化支援の促進を図ることなのだ。 S ブースター2018では2つの部門を設定。3年以内に事業化を目指したビジネスプラン部門、10年以内の実現を目指した未来コンセプト部門、どちらも革新性が高く社会全体の波及効果などが期待できる新たなビジネスアイデアが求められる。選抜プロセスは応募受付、一次選抜、二次選抜、メンタリング、そして最終選抜で最優秀賞やスポンサー賞を決定。今年は宇宙ビジネスをより後押しするために、受賞者には最高額1000万円の賞金が贈られる。 S ブースターの最大の特徴となるのが、二次選抜を勝ち抜いたファイナリストたちが受けるメンタリング。メンタリングとはビジネスアイデアを具体的な事業計画へとブラッシュアップさせる手法のこと。ファイナリストたちはメンターと呼ばれる起業家、経営者、あらゆる分野の専門家からそれぞれの事業プランに関するアドバイスを受ける。メンターは数々の失敗や挫折の経験から、ファイナリストたちが見落としがちな事業プランのネックポイントを的確に示すことができるのだ。さらに事業化に向け、ファイナリストたちに必要な人脈作りのサポートも行ってくれる。メンタリングしていただいてて、いろいろ一番役に立ってるのは、まあ、こんな話もあるよとか、こんなアイデアもあるよとか、我々のチームが持ってるものよりも幅広いものを持っておられるので、まあ、そういうインプットいただけることで、アイデアどこに持っていこうかっていうのがすごい具体的になってくるかなと思います。こちらのファイナリストは、地球を CT スキャンして地球の内部構造を明らかにし、地下資源探索などに役立てるというプランを提案。するとメンターからは、コンセプトが実現し、その先に起こりうる未来について指摘された。もしその想定として地下資源がある程度、分かるようになりました、例えば一つ原油分かるようになっちゃいます、っていうと、みんなどうするんですかね、量が分かっちゃったら、それが二次審査でも突っ込まれたところで、それがもし得れたとして、どうやったらどうなるんだろう。量が分かった瞬間、いわゆる持続可能性っていうのがもう見えなくなるわけですよね、逆に。再生可能エネルギーばっかりに今度集中して、地球の資源使わないでおこうぜとかなんないんですかね。かなりそのコンセプトが実現した時に成し得る世界観、そのために必要な目標を明確にすることが課題となった。高く買ってくれるところに。こちらのファイナリストが提案したのは、海洋掘削リグから小型のロケットを発射するというプラン。早速ファイナンス面での課題が浮き彫りに。1本打ち上げにつき2億円の収益が3本生まれると、最低でも2億円。コストって一発どれぐらいかかるものですか？2億円もらったとして、どれぐらいのコストがどういう打ち上げでかかってくるんですか？そこは、もうちょっと深く調べないといけないんですけれども、現在掘削を行っているコストよりも間違いなく低くはなると思ってるんです。わざわざその
落ちたら困る衛星をわざわざリスクの高い海にまで運んでいってっていうことを考えて、そうです、ここまで運んでいく燃料費とかのコストはちょっと入れてないですよね、多分、まあ、そこは多分まだ考えられてないコストがあるのかもしれないですね、そこは。今回設けられているメンタリングは4回、ファイナリストはメンターと一緒にアイデアを具体化し最終選抜に挑む。2018年11月、最終選抜会当日、およそ200件の応募の中から勝ち抜いた12組のファイナリストが4分間のプレゼンテーションを行う。今大会では特別審査員3名を含む計9名の審査員によって最優秀賞、未来コンセプト賞、審査員特別賞、スポンサー賞などを決定する。飛行機をアンテナ化することで解決したいと考えています。宇宙から女性の願いを叶える肌ビッグデータサービスを提案いたします。適地選択と栽培最適化を行うことができ、土地の力を生かしきることができます。静止測位衛星みちびき3号が決定的に重要な役割を果たします。肌にプロバイオティクスという考え方を提案いたします。そこで我々は旅客機から撮影してみてはどうかと考えました。独自の手法で微生物を採取します。今世界中にリグが余っていて打ち上げ場が足りていません。民間の宇宙ステーションの作業を、ロボットで地上から代替する。地球を丸ごと人工衛星によって CT スキャンすることです。最終的にはですね、7割程度の直下型地震は予測をしたいと。27日ごとに現れる明るいオーロラを予測することができるのです。それでは審査結果発表に移ります。スポンサー賞を発表してまいります。各スポンサー賞はこちらの4組が受賞。審査員特別賞は天地人、宇宙と農業を結びつける新しいアイデアが高く評価された。トリプル受賞おめでとうございます。今後ですね、めちゃくちゃ高いフルーツをどん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 作ってもらって世界中にばらまいて、ちゃんと稼いでですね、日本に貢献してほしいなというふうに思います。これからも頑張ってください。おめでとうございました。未来コンセプト賞は大出大輔。世の中に大きなインパクトを与え、宇宙開発の目的の一つ地球を知ることにつながるコンセプトが好評を得た。そして最後は最優秀賞、森拓真、山田龍太郎殿。おめでとうございます。今すぐ実行可能で宇宙ビジネスの最前線に立てる可能性があると審査員たちの票を集めた。非常にこの産業を今ここでブーストアップする最大のチャンスであるし、そして同時にですね、ここでブーストアップしないと本当に日本の宇宙産業未来結構どうなるのかなと。そういう意味では今日の12組非常に面白いアイデアを、実現に向かってですね、今日プレゼンしていただいてかなり有望であると。今年もハイレベルな戦いとなった S ブースター2018。会場には多くの投資家たちも訪れ、今大会は優れたビジネスアイデアとのマッチングの場にもなった。大賞を受賞した海上からの打ち上げであったり、航空機を使った事業というのはもうすぐ投資しても、できるなと。いろんなボトルネックがあるので、いかにそれを解決できるか、実現しなければ何の意味もないと思うので、実現に向けて具体的な話をさらに進めていきたいと思っています。今まで僕は小型バルーンを1回打ち上げて1回しか成功してないんですけど、すごい強く興味を持っていただいているので、絶対に実現させたいなと思っています。去年は実は何も賞が取れなくてすごく悔しい思いをしてたので、本当にビジネスになりそうだなって自分たちとして感じられるところまで持っていけたので、この期間があったおかげでそういうところまでいけたのかなと思います。
地下資源のプラットフォーム、これになるには、まだまだ時間のかかることです。ただ、やればきっとできると信じているので、まずはやってみて、どんな結果が得られるかというところを意味しています。メンターの方皆さんに助けていただいて、でそれでアイデアが現実的なものになったというのが一番大きかったな。来年にもリグを日本に設置します。2020年までに実証実験を行って、そこからすぐにでもロケットをどんどん打ち上げていきたいと思っています。宇宙プロジェクトといえども、いろんなプロジェクトと一緒に組み合わせて新しいサービスや新しいイノベーションを起こすことができるという意味では、格段の差をつけて宇宙が近くなったなと私は思ってます。宇宙分野は夢もあるし挑戦しがいもあるので、リスクがあってもそういうことに挑戦する人たちを心の支えになるような政策を進めていきたいなと、そんなふうに考えています。数々の新しいビジネスアイデアが誕生した S ブースター2018。3年目となる S ブースター2019では、宇宙ビジネスアイデアの募集対象を日本国内のみならずアジアにも拡大予定。そしてさらなる日本宇宙産業の発展を目指していく。